ハウンズローロンドン特別区、ハウンズローにある、ロンドン地下鉄の鉄道駅である。駅舎の設計は、アカントスリングッドアーキテクツによる、ピカデリー線ヒースロー支線に位置しており、西隣は、ハウンズローセントラル駅、東隣は、オスタレー駅である。駅舎は、キングスレーロードにあり、ハウンズローハイストリートから400メートルほど北にある。 トラベルカードゾーンは4に属している。ハウンズロー周辺の鉄道路線、鉄道駅の運行時期を示した地図この駅は、1909年に、ハウンズロータウン駅の代替駅として開業しており、両駅の歴史は結びついている。ハウンズローイースト駅を通る鉄道路線は、1884年7月21日に、当時のメトロポリタンディストリクト鉄道のハウンズロー、 バラック駅に至る支線として開通した。この支線は、1883年にハウンズロー、ハイストリートの東端の現在バス車庫がある場所に設けられた、ハウンズロータウン駅を終点としていた季節の MDR の路線から分岐した単線であった。当初は、ハウンズローバラック駅からオスタレースプリンググローブ駅まで途中に、駅は存在していなかった。 ハウンズロータウン駅は1886年3月31日に閉鎖され、翌日4月1日に代替駅として、ヘストンハウンズロー駅が開業した。1903年にハウンズロータウン駅が再開され、列車はオスタレー駅で分岐して、一部がハウンズローセントラルを経由して、ハウンズローウエストに向かい、他の便はハウンズロータウンまでの短距離のシャトルとして、 運行されるようになった。MDR の路線の電化は1903年から1905年にかけて行われ、1905年6月13日には、ハウンズロー支線でも汽車から電車への移行が行われた。この電化の際に、オスタル駅からハウンズローセントラル駅へ直接向かう路線は閉鎖され、ハウンズロータウン駅からハウンズローセントラル駅へ直接向かう新線が設けられた。 オスタル駅からハウンズロータウン駅まで来た電車は、ここで進行方向転換をして、ハウンズローセントラル駅やハウンズローウエスト駅へと向かった。この運行方法はうまくいかず、短期間で打ち切られた。1909年5月2日に、ハウンズローセントラル駅とオスタルエー駅を直接結ぶ路線が再開され、ハウンズローイースト駅が新設された。というなで、 ハウンズロータウン駅とそこにつながっていた2本の接続線は廃止された。これに代わって新たなハウンズロータウン駅が9駅から300メートルほど西に設置され、9駅とそこにつながっていた線路は完全に廃止された。1925年12月1日には駅名が 現行のハウンズローイースト駅に変更された。この時同時にハウンズローウェスト駅とハウンズローセントラル駅も現行の名称に解消された。ピカデリー線は1933年1月にノースフィールズ駅まで乗り入れるようになっていたが、1933年3月13日にはハウンズローウェスト駅まで運転されるようになった。この支線では、 ディストリクト線が撤退した1964年10月9日までディストリクト線とピカデリー線の双方の電車が運行されていた。駅舎は近年再建築され駅の北側にあった1909年の開業当初からの入り口に代わって現代的なガラス張りの切符売り場が駅の南側に設けられた。この駅のプラットホームでは PA システムから クラシック音楽がよく流されるが、これは駅での反社会的行為を減らすことを目指した実験の一部である。ハウンズローセントラル駅で乗り継げるロンドンバスの路線は、111番、H28 番だけであるが、10分ほど歩けば、116番、117番、120番、203番、235番、237番、281番、423番、 H22 番、H98 番、通学用の635番、深夜バス N9 番である。ロンドン地下鉄ピカデリー線、ハウンズローセントラル駅、ハウンズローイースト駅オスタレー駅、ステップフリーチューブガイド、トランスポートフォーロンドン、2010年2月8日閲覧。ABC、マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。 ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー,ユーセー時データロンドン交通局2015年3月31日閲覧アカントスリンウッドアーキテクツアカントスリンウッドアーキテクツ2011年3月10日閲覧ありがとうございます